佐賀県吉野ヶ里遺跡の看護前に建てられた坂もぎ敵を近寄らせず長時間遠距離攻撃を行うために設置された道の脇の木を折り重なるよう倒して作った対車両用の坂もぎ第二次世界大戦で日本軍が使用した坂もぎアメリカ軍での坂もぎのミリタリーシンボル坂もぎとは戦場や防衛拠点で先端を尖らせた木の枝を外に向けて並べて地面に固定し 敵を近寄らせないようにした障害物。別名、逆もがり、六歳、数の鳥で、数の木。英語では、アボティ、アボティ、アボティスと呼ばれる。戦場では、単独もしくは鉄条網などと組み合わせて使用される。古くは、紀元前のローマ帝国時代から、証拠のある戦争では、アメリカ合衆国の南北戦争、1879年の、 ズール戦争で使用された。アメリカ陸軍や海兵隊では1997年に至っても設営訓練が行われている。日本では弥生時代には使用が確認されており、第二次世界大戦でも使用された。昭和初期の軍事教本である学校教練筆形。軍事講話の部前編第七章には6歳として紹介されており、2種の坂もぎを説明している。 六歳枝樹、主としてその髪型を射撃するを要する位置に設置する。樹幹六歳、河川前の四角、久保の素絶等の射撃を妨げる位置に設置するもの。と、図と共に説明している。ありがとうございます。